ロニー・レオネル・ポーリーノは、ドミニカ共和国のサント・ドミンゴ出身の、元プロ野球選手、ウトウ・オミギウチ、ピッツバーグ・パイレーツ時代1997年12月29日に、ピッツバーグ・パイレーツと契約、2002年オフの11月に2002年中央、アメリカ・カリブ海競技大会の野球ドミニカ、共和国代表に選出された、同大会で、同メダルを獲得した。 12月16日にルール5ドラフトで一旦カンザスシティロイヤルズへ移籍するものの2003年3月13日にパイレーツに復帰2005年9月16日にメジャーデビューを果たす2006年開幕前の3月に第1回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された控え保守として選ばれたがキューバ戦では先発出場し に打数二安打三四球と活躍した。シーズンでは4月16日に再びメジャー昇格を果たすと、以後は聖保守としての役割を担った。2008年12月10日に、ジェイソン・ハラミジョとのトレードでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。2009年3月27日に、ジャック・タシュナーとのトレードでサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍した。フロリダ・マーリンズ時代2008年3月29日に、 ヘクター・コレラとのトレードでフロリダ・マーリンズへ移籍した。2010年シーズンは正捕手のジョン・ベイカーが右腕を故障し、トミー・ジョン手術。しかし8月20日に薬物違反で50試合の出場停止を命じられた。ポーリーノは栄養補助食品に含まれていたと主張している。12月2日に FA となった。2010年12月9日、ニューヨーク・メッツと1年契約を結んだ。 2011年5月1日、フィリーズ戦の延長14回表で放った遺跡後発案だが勝ち越し的時だとなりチームは勝利した。12月12日に FA となった。2012年1月30日にボルティモアオリオールズと契約を結んだスプリングトレーニングに参加することになったがビザの発行が遅れ3週間後に参加した。の新入団選手。 テイラー・ティーガーデンが故障者リスト入りしたため代役として開幕ロースター入りを果たす。6月14日にティーガーデンが復帰したためトリプル A 級ノーフォークタイズに降格した。この年は指名打者としての出場もあった。10月17日に FA となった。2013年1月25日にシアトル・マリナーズとマイナー契約を結んだスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、 3月30日に解雇された。5月15日にオリオールズとマイナー契約を結ぶ。2013年8月13日、金銭トレードでデトロイトタイガースに移籍したトリプル A 級トレードマッドヘンズで13試合に出場し1本類だ。6打点、打率267だった。11月5日に FA となったが、11月13日に タイガースとマイナー契約で再契約した。2014年2月12日に薬物違反で100試合の出場停止処分を受けた。2015年はメキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズと契約。6月24日にトレードでカンペチェパイレーツに移籍。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー2016年2月15日に解雇された。5月3日にラグナカウボーイズと契約するが、 6 7月1日に、タバスコキャトルメント契約、ありがとうございます。